たけし岡田のちょっとね。今回のナレーションは浜岡が担当いたします。今回は道具を使ったエクササイズをご紹介していきます。まずは両手でダンベルを持ってランジを行っていきましょう。足を前に出すときに腕を横に開き、腕とお尻両方を鍛えていきます。このとき視線は常に前を向いて行いましょう。手を上げることに意識しすぎるとランジのフォームが崩れやすくなりますので、そこが注意ポイントとなります。しっかり腰を落としましょう。はい、終了です。次は一つのダンベルを自分のももの周りを回していきます。横から見るとこんな形になります。この時腹筋に力を入れてしっかり体幹を安定させましょう。前から見るとこんな感じです。今は休憩時間、休憩時間もしっかり休息を取りましょう。はい、スタートです。疲れてくると腰が反ったり足が下がってきたりするので、30秒は踏ん張って頑張りましょう。最初から重いものを持つと腰に負担がかかりやすくなりますので、まずは軽めのものからスタートするのがおすすめです。近所迷惑にならない程度に声を出しながらやるのも自然とお腹に力が入っておすすめです。はい、終了です。30秒の休憩が入ります。最後は両足を浮かせてダンベルを左右に揺らしていきます。腹筋は前だけでなく横にもついているので、こちらも一緒に鍛えていきましょう。横から見ると分かる通り、体をしっかりひねることがポイントです。はい、スタートです。足は床から10センチほど上げるのが理想的と言われています。とお腹に力が入るほど足を上げていきましょう。しっかり踏ん張って、最後です。頑張って、はい、終了です。はい、腹筋だらーって感じですね。次回も頑張っていきましょう。